はいどうも皆さんこんにちは、つんつんです。今日なんですけど、先ほどねウィッチクラフト紹介したんですけれども、それの派生ということでですね、ライロウィッチクラフトを略してライロクラフトをですね紹介していきたいと思います。ちょ同じチームのトンちゃんさんという方がいるんですけれども、その方にレシピを教えてもらって、でちょこちょこちょこっといじってスキル悪夢の章にしてみたらね、めちゃくちゃ良かった感じでございます。まあ動かし方とかはね、多分リプレイ見ながら解説した方がいいかなと思うので、早速リプレイ流しながら話していきたいなと思います。このデッキ純正とどっちの方が強いのかなって思った時に、これもしかしたらこのライロ系の方が今日紹介したやつよりも強いんじゃないかなっていうのはすごく思いました。じゃあ早速やっていきましょう。向こう先行でございます。でこっち後攻です。でちなみにトラップカードが厚いデッキは苦手なので、その点はご注意ください。で相手モンスターセットと、でこちらなんですが、まずは光の援軍でシャカシャカシャカとしていって、でここで、はい、今ねこれねシュミッタっていうの落ちたじゃないですか。シュミッタっていうのはどういう効果かっていうと、墓地効果があって、墓地のこのカード除外してウィッチクラフトシュミッタ以外のウィッチクラフト1枚墓地に送るんですよ。でここ今ウィッチクラフトはデモンストレーションっていうのが落ちてるんで、ここ落としていくのはこれサボタージュっていうのを落としていきます。でこの後3種類溜まったので悪夢の書を使っていきましょう。そうすると今落としたばかりのサボタージュを回収することができました。ちなみに今のこの盤面だったらどれを回収してもすごく美味しかったんですよね。で、サボタージュ回収したじゃないですか。サボタージュって、ウィッチクラフトのモンスター限定の死者蘇生なんですよ。死者蘇生が弱いわけないっていうね。で、ソーラーエクスチェンジを使って、さらにドローしていきます。はい。で、ルミナス召喚、ルミナス効果でこう落としていって、で、こいつ今落としたわけなんですよ。このピットレね。これも後で効果使っていきます。まずはライデン効果使って2枚落とすと。さらにピットレ効果発動。こいつ自身を除外することによって、まず1ドローします。で、1ドローした後に、ウィッチクラフトカード1枚を墓地に捨てます。シュミッタがですねドローじゃなくて墓地肥やし好きなもので、ピットレはワンドローして、1枚捨てるっていうドロー加速みたいな、そんな感じになります。ドロソですね。でここでシンクロ召喚ライトロードアークミカエルになっていきます。さらにミカエル効果でここを除外していきましょう。そして、これサボタージュ、要は死者蘇生ですねを使ってシュミッタを蘇生させていきます。さあシュミッタで攻撃、そしてミカエルで攻撃、このタイミングでクリボール使って守られてしまいます。さあここでエンドフェーズ時、ウィッチクラフト魔法カードの共通効果発動です。このターンですね、1の効果を使っていないウィッチクラフト魔法カードはですね、場にウィッチクラフトモンスターいるときにですね手札に回収することができます。これで1枚、はい、2枚と回収していくわけです。つまり墓地肥やしがそのままサーチみたいになるので、めちゃくちゃ相性が良くて強いんですよね。なんで、すごく芝刈りとかライトロードとかとは相性がいいなっていうのはやってて思いました。さあ相手もシュミッタ出てきます。で、こちらもシュミッタ効果発動。シュミッタっていうのは、自分もしくは相手のメインフェーズにですね自分自身をリリースして、でさらにその後手札から魔法カード1枚捨てます。で、デッキから好きなウィッチクラフトをリクルートって言って特殊召喚してくることができるんですよ。これで特殊召喚してくるのがベールでございます。はい。でこのままやっていくんですが、ベールっていうのは効果2つあって、その中でも今この状況で強かったのは、手札1枚魔法カード墓地に捨てることによって相手の表側表示のモンスターの、カードフィールドで発動する効果をですね全て無効にすることができるんですよ。それが非常に強いといった感じで、これで完封でございます。さあではではでは、今からね、ランクまで実際に回していきたいなと思います。さあではやっていきましょう。デモンストレーションあるからこいつサクッと出せるんだよね。さあ多分エスパーロバだから、あれのパターンだと思う。人造人間サイコショッカーが入ってるパターンだと思う。さあめちゃくちゃ墓地貯められました。ではい、1枚落とす。でこうなる。 OK、 いいよ。でエンドフェーズ時にサボタージュとか回収されるですね。 OK。 さてこっちも動いていきますか。ブンブン回していきますか。ブンブンしていきましょう。
あー、いいね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 。まずは援軍使ってこれルミナス取ってきます。で援軍使って、お、ライデン落ちたね。いいねいいねいいね。じゃあもう一発ルミナス取ってきますか。で、はい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 。じゃあこうか、サボタージュ墓地に落としておきましょう。こうするといい感じでいろいろ溜まったじゃないですか。3種類溜まったので、悪夢の章打ちます。はい、援軍回収強ない。でこうやって、そうだな、まあこいつとか取ってきて、すごいやばいことが起きたって感じする。まあとりあえずフィットレ効果使って、はい、シャカシャカして、あー、これはあまりよろしくない。さらにじゃあドローしていきましょう。ストライク、はい、あ、なかなかいいですね。じゃあまずはデモンストレーション打ちましょうか。デモンストレーション打って、ここを守備表示で出していきます。でルミナス召喚で、ルミナス効果、ベール切って、はい、こいつ出します。こうします。でまあエヴァリー横とかでもいいかな。これはエヴァリー横にするか、まあミカエルで一気にいってもいいけど、うん、まあミカエルで一気に殴るか。ちょっとデッキ枚数やばいな、掘りすぎちゃった。今の調子乗ったわ。これマジで危険、掘りすぎ、掘りすぎ、大注意すぎ。マジでこれはやばい、掘りすぎた。じゃあ仙台払ってこいつ飛ばしていきます。でベールが無効にしようとしてくるので、はい、それを無効、はい、それを無効、はい、無効にしようとする、それを無効で、バトルだ。ミカエルで攻撃で、ターンエンド、エンドフェーズ時に今使ってないウィッチクラフト魔法カード2種類を回収していきます。はい、回収でターンエンドで、いっぱい落ちる。デッキ枚数やばい、死にそう。これは非常にまずいですよ。非常に調子に乗ってしまいましたよ。これは非常に調子に乗ってしまいましたが、大丈夫でしょうか。これは果たして、果たしてこれは大丈夫なのか。大丈夫そうな気もするけどな。これいけんじゃね、いけそういけそう、平気平気、知らんけど。後ろよりここまず飛ばすか。はい、オッケー。ではドローン、お、シュミッタいいじゃん。狡猾っぽくね、これ狡猾じゃん。じゃあここはよいしょ、これコラボレーション切って、こいつ無効って言おうとします。いいよ、はい、無効になります。さらにミカエル効果で1枚2枚3枚4枚5枚戻してライフ回復しましょうか。ほっ、ほれ、回復じゃ。でルミナス召喚、ルミナス効果、シュミッタ切って、はい、ライデン蘇生させましょう。ライデン蘇生、では冷たい炎が世界の全てを包み込む漆黒の花よ開け、シンクロ召喚、現れいでよ、ブラックローズドラゴン、ブラックローズドラゴンの効果発動、ブラックローズガイル、さらにウィッチクラフトサブタージュ発動、シュミッタちゃんを蘇生させていく。そしてバトルだ、シュミッタで攻撃。対戦ありがとうございました。どうな、結構回るくない、安定してこれぐらい回る。
さあではやっていきましょう。まあシャカシャカして引き込みに行きたいなーっていう感じはする。相手はモンスターセット、いいでしょう。ドロー、サボタージュも引いた、強い。さあではソーラーエクスチェンジ発動。シュッシュカシュカシュカ、あいいねいいねいいね。じゃあもう一発いきますか。シュッシャカシャカシャカ、あー芝邪魔。そうだったらこうして、はい、ベールちゃんを取ってきましょう。でここ今回収してもしょうがないからこのままでいいや。でコラボレーションはまだ効果使ってないのでこうやって回収できます。ちょっとあんまりやったねこれは。まあ一応そのベールには大体アクセスできるんですよ。大体できる。じゃあとはつよつよのつよの動きができるかどうかっていう、ただその1点。さあでは私のターン、ドロー。ピットレかわいい、ピットレかわいいな。じゃあピットレ召喚、ピットレ効果、手札から捨てるのはまあサボタージュとかでいいかな。サボタージュとか捨ててシュミッタ出して、でまあ多分これで割と大丈夫な気はしてるんだが、コラボレーションでしょう。もう一個魔法カード欲しいね。ピットで除外して、はい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 。じゃあデモンストレーションを切ります。でこの状態でコラボレーション発動。コラボレーション使ってこいつの攻撃力、こいつ2回攻撃このターンできるようにします。で縦にしてバトル、まずはベールちゃんで攻撃、 OK。 でシュミッタちゃんで攻撃、2回攻撃するマン、さらにベールの効果発動、ダメージ計算の時にこうやって3種類見せたので300アップ。そしてこのターンもう一度攻撃ができる、シュミッタちゃんで攻撃。ガー、カイトがいる、カイトは生きてる。まあしょうがないだろう。ターンエンド。今のさ結構美しいよね。サボタージュ効果回収、デモンストレーション効果回収と。はい、手札減らない、手札減らない、手札が減らない。さあこいつらめっちゃ強いよ。どうする闇遊戯、ストライク強い、回り出す。あ、初攻の騎士落ちた。このタイミングの初攻の騎士全然美味しくないね。こいつ戻さないとダメだし、2枚ドローしたようなもんでしょう。これ勝ったんちゃう、これいっただろう。これだってライトロードって無理だぜ、ベールがいると抜けない。ベールが強すぎるんだよ。ライラ、あ、ライラは弱い。殴ってくるのかこれは。あー、はい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 。1枚落として蘇生、星5でしょ。5はそんなだよ、5は、5はそんな。メインフェーズ前バトル、マジ攻撃宣言いいよ、ここスルーする。はい、ダメージ計算直前、自分ダメしていいっすか。1枚2枚3枚4枚見せることによって4000ポイント攻撃力アップ、5000。なんと5000、強ない5000って。やばいでしょこれ、今のやばいやろ、本当にやばい、ガチでやばいことが起きたって感じ。ではドロー。あー、ライデンいいね、ライデン、ライデンだったらこれだったら、まあ、まずライデン出すじゃん。ライデン出して効果っていうやん、でシャカシャカって落とすやん。でこのまま閃光竜スターダスト出すじゃないですか。この動きも強いんだよね。こうやってスターダスト出しました。でさらにシュミッタ効果使ってサボタージュとか落としとくじゃん。こうやって欲しい札を多めにしてから悪夢の章して、はい、サボタージュ回収。じゃあ
その回収したサボタージュ撃ちます、眠っているビットレ出します。はい、どうこの動き、大宇宙でしょう。ビットレで攻撃、そして閃光竜スターダストで攻撃、強ない？これなんか普通にライデンでシンクロした後もサボタージュで蘇生させて突っ込んでいくとか、ボチリソース貯めるとか、めっちゃできることあるわ。